貧血なのにメルカリ見るのやめられないユとピのとい合わせです今日紹介するのはこちら SH フィギュアーツのゾーフィーでございます もうネタバレうんぬんの前に商品展開されてる時点で分かっちゃってると思いますけども新ウルトラマンに登場したゾウフィがねめちゃくちゃ早く立体化でございます裏側にね窓がついてるタイプなのでウルトラマンと一緒ですね念のためですけどもこの動画新ウルトラマンのネタバレありでございます別に感想を語るわけじゃないですけども僕が不意に言ってしまうことがありそうなので注意しておきますじゃあ開けていきましょう はい、取り出しました。フィギュアーツゾーフィでございます。いや、ソフビ我慢してフィギュアーツ待ちだった僕としてはね、ようやくの立体物でございますよ。と言っても、新ウルトラマンと素体自体そんなに変わらない気がするけどね、ちょっと細かいとこ見ていこう。はい、お顔はこんな感じでございます。細長いね、ゾーフィのヘッドパーツ再現してて、一番特徴的なのは左右で位置がずれてるこの目ですよね。これもね、かなり劇中に近く再現してるんじゃないかなと思います。目はクリア。 パーーツででゴールドの塗装が非常に綺麗ですねなかなかゴールドのウルトラマンっていうのも珍しいのですごく新鮮味がありますよねウルトラマンとはちょっと顔つきが違うんですよねゾフィーが出てくることはなんか雰囲気的に分かってましたけどもまさかこういう形でしかも名前がゾフィーになるとは思いませんでしたけどねはい胸はこんな感じでもう今更ですけどもカラータイマーはありませんでボディのラインに関してはちゃんとゾフィーのものになってます ますねこの辺ゾフィーとかともほとんど変わらない感じになってましたねファンが見れば一発でゾフィーだって分かるラインとなっておりますいや相変わらず細身なお腹ですけども薄く腹筋浮き上がってるのがミソだったりするで腕はこのような感じで細いですね相変わらず本当にめちゃくちゃ細いですけども塗装とかそういった面は特に問題はないかなと思いますしっかり脇閉じられるのもねやっぱりこのシン・ウルトラマンとかゾフィー特徴的なところですからね微妙に この関節のところもゴールド塗装入ってんだね付属品は開き手パーツに手刀の手首パーツ力を抜いた手首に握り手パーツが1組ずつ付属で太ももからすねのライン足はこんな感じとなっております若干なんか塗装汚れっぽい黒い点がありますけどもそれ以外は特に変なところはないかなと思います本当に足もほっそりしとるよねで背中はこのような感じとなっております ここから見ると結構ウルトラマンと大きく違いはない造形なのかなっていう感じがしますけどね薄く浮き上がった肩甲骨もちゃんとありますはいということでスイッチフィギュアーズの造皮をね細かく見ていきましたとまあ正直触った感じのね新鮮味は新ウルトラマンの時にいろいろ触っていたのでそこまでなかったですけどもやっぱりこの独自なカラーリングとヘッドパーツの新規造形は非常にね劇中再現度高いんじゃないかなと思います で、正直申しますと、僕、映画見てる時このゾフィ、ーゴールドと緑に見えたんですよね。ずっとそう思ってたんですけども、実は黒だっていうことが分かって、いや、結構、この、錯覚現象を起こしてる人ね、いたみたいですよね。フィギュアーツのゾーフィも、サンプル写真の時やっぱりね、どうしても緑に見えたんですけども、こうやって実物触るとね、ちゃんと真っ黒ですね。なんか不思議な色の組み合わせですけども、こちらも一応ね、成田徹さんがデザインしたウルトラマングレートだったかな。 デザインをベースにしててるっていうねね話ではありますよね今までのウルトラマンでもなかなかこんな色のね人はいなかったんでインパクトはめちゃくちゃありますよねで可動範囲なんですけども今回首の可動がすごく改善されててめっちゃ上向くのよほらウルトラマンの時は全然ね 上向かなかったんですけども今回めちゃくちゃこの辺改善されてますねマーフェックスのねウルトラマンがめちゃくちゃ上向いてたんでそこの対抗意識でやってんのかもしんないけどね逆に下向きはちゃんと動かせますけどもすごく首が外れやすいっていうねまあ映画の世界のね住人だったらゾフィーの首チョンパしてくやりたいぐらいの気持ちはありますけどねで肩の可動はこんな感じでこの辺は特に問題はないのかなと思いますあーなんかおかしくなっちゃったで肘とかもこんな感じ二の腕のロール軸とかないんだよね で腰回りは結構キツキツであんまり回らない感じで開脚はこんな感じと前後左右広く動かすことできますねボディの可動範囲に関してはウルトラマンの方と特に変わりはないかなという印象です 新マン兄さんの時もそうでしたけども、今回のゾーフィに関しても付属品は手首パーツだけなので、めちゃくちゃシンプルな内容になってんだよね。マン兄さんのスペシウム光線のエフェクトパーツゾーフィにつけてくるのかなと思いましたけど、別にそういうわけではなかったので、今回もエフェクトパーツはなしということになりますね。どこにつけてくるんだろうな外星人とか怪獣のアーツ出た時とかになるのかなまあ、ちょっと期待はしておきたいところですけどね。ゾーフィのぐんぐんカットっぽくやってみました。ウルトラマンに感化 されて気持ちが変わったゾーフィがこんな飛び方をするのかは分かりませんけども首がしっかり上を向くということで飛行ポーズやってみましたこれ嬉しいねちゃんとまっすぐ向いてるのがね素晴らしい改善だなと思いますねこれに関してはねウルトラマンでもやってほしかったなとは思いますけどね劇中で飛んでたのはウルトラマンなんですからねもう少しねあとは引き出し関節あって腕をピッと前で揃えて らられたら嬉しいところではありますかねゾウフィの M87 構成のポージングさせてみましたけども劇中ではやってないけどねまあこういったポージングもできるということですね映画ではねこのゾウフィね人間を危険視して破壊装置的な Z ンを使って地球を破壊しようとしてたんですよね嫌なやつでしたね本当に元ネタはね Z ン政治の説明のところにゾフィのイラストをつけちゃった本の誤色なんですけどねそれを公式のネタ化したっていうのがねまたすごいとこからも 持ってきたなと思いましたたよねただまあンを破壊した後に死亡してしまったウルトラマンを蘇らせたところとかは元々のウルトラマンと似てる感じはしましたよねいやでもあの世界のね光の国光の星って言ってたっけは どういう倫理観持ってるんですかね <laughs> はい、比較していきましょう。こちら SH フィギュアーツの新ウルトラマンのウルトラマンでございます。こうやってね、並べると、なかなか、やっぱり存在感だけで見るとめちゃくちゃ怖い種族ですよね。この世界のウルトラマンたちって。やっぱり造形とかは似てる感じがするね。素体はほぼほぼ使い回しな感じがするけども、そこまで嫌な感じはしないので、全然ありですかね。むしろ一緒の方がね、この独自スタイル、 よく表現されるからいいんじゃないでででですすかかかねねねウルトラマンの時点でかなりりり完成された素体でもありますから、ね、でお顔は、ね、やっぱり比べると結構違いますねなるほどね。なんだろ、ちょっとゾーフィーの方がちょっと優しそうなね、丸い目をしているのに対してウルトラマンの方がちょっとシャキッとね、猫目っぽい顔になっているのが特徴かなと思いますね。はい、こちらマフェックスの新ウルトラマンのウルトラマンと比較でございます。マフェックスはね、大きめなので、ゾウフィーと比べてもかなりね、サイズ感はありますかね。 かなりね、こ,うこの2つのブランドはね、だいぶ雰囲気違うので、なんともですけども、マフェックスはね、若干マッシブな印象がある素体になってるのよね。ゾーフィはね、めちゃくちゃ細身に見えますね。マフェックスを新ウルトラマンから知ったっていう人は、わかんないかもしれないですけども、マフェックスとフィギュアツって割とね、マーベル関連の商品でね、競り合ってたりするので、もしかしたらマフェックスでもね、ゾーフィが出るんじゃないかなって僕は思ってますね。顔だけ新規造形にすればね、再現できないこと ともないですからね。 いや、もう今日のレビューはやめとこうと言いたくなるような、こう、の劇中再現でございますけども、ウルトラマンがメフィラス星人と戦っているところをね、じっとね、ウルトラマンの後ろから監視してたゾ造幣でございますよ。メフィラス、それを発見した途端に戦いやめて逃げていきましたからね、よっぽどやべえやつだっていうことは、あの世界ではもうご承知の通りなんでしょうね。そしてもう、この演出がね、インパクトありすぎて、もはやインターネットミーム化しておりますけども、ネタとしてもね、 本当にゾウヒーを忍ばせるだけなのですごく簡単に作れるからねどこの世界観でもできちゃうからね面白いよなとんでもねえものを考えましたよねほんとこんなシーンは劇中ではありませんでしたけどもゾウヒーが直接手を下すタイプだったらあり得たかもしれないですよねいやちょっとウルトラマンファンとしてはあんまり見たくないね戦いではありますけどねあの世界観だとどうなるかわかんないからね本当だったらねこうやってね2人で並んで敵と戦うようなシーンとかも見てみたいですけどね これちょっと待っておい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 なんか傷ついちゃってるカメラだと分かりにくいですけどもすっげええげつないね傷がついちゃってますねうわいつの間についたんでおらおらおら もうやだなまあこれは戦いの中で傷ついたウルトラマンだと思うことにしましょう痛みを知るただ一人ですからねそういえばこの人と比較するの忘れてましたね SH フィギュアーツのゾフィーでございます元ネタのゾフィーさんと並べるとこんな感じだねスターマークがないからねかなりその辺の違いもありますけども体のラインとか見るとやっぱりちゃんとゾフィーしてるんだなゾフィーって感じだよね個人的にはねこの元ネタのゾフィーの方がやべえと思いますけどねめちゃくちゃ強いですからねゾフィー ーフィの方がどれぐらいの強さを誇ってるのかわかんないですけどもスターマークがないからその辺のなんか威厳さみたいなのはないのかなと思いますけどね。 映画でもあった死んでしまったウルトラマンを復活させようとするゾウフィでございますここのシーンもめちゃくちゃ好きなんだよねウルトラマンがね喋るシーンでもあるからね今回のねフィギュアーズのゾウフィでございますけども素体は予想通り多分ウルトラマンと変わってないんだろうなとは思いますけどもカラーリングとかラインの再現とかはちゃんとねされていたかなと思いますそこまでねシルエットが悪い素体ではないのでゾウフィに関しても問題ない再現度でしたねで首のね 上向きの可動域が改善されていたところはちょっと驚きましたね。やっぱりバンダイってね、ちゃんと造費のようにね、見てるんだなっていう感じはしましたね。付属品はね、相変わらず手首パーツだけなので、めちゃくちゃシンプルなので、やっぱりね、まあ、ウルトラマンとかに使えるエフェクトパーツ欲しかったかなと思いますけども、まあ、その辺は今後の展開次第かなと思います。まだまだね、今後も新ウルトラマン系の展開はしていくと思いますけども、まあ、予想できるのは、初登場時のあの、シルバーなウルトラマンと、 危険を示す緑カラーになったウルトラマンあとはもう外星人とか怪獣あたりの展開になってくるのかなと思いますけどもそのあたりはほとんどプレバン行きな感じがするけどねあとザラブ星人の偽ウルトラマンとかもちょっと欲しかったりするきっとまだまだね展開しがいのあるシリーズだと思うので今後のね情報にも期待していこうかなと思いますということで僕のチャンネルではこれ以外にもウルトラマン系のフィギュアのレビューしておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではユートピーでしたありがとうございます